はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズ実況始めていくんですけど、モンスターモリモリストーリー第4弾カードパック、診断のカード紹介になります。はい、で今回紹介していくのは、次の段第4弾の大目玉と言われているオルゴデミーラです。はい、オルゴデミーラね、ついに第4形態まで詳細が出たんですけども、そちらをですねちょっと、能力とかスタッツ見ながら、皆さんもですね、ちょっと情報を共有していこうかなと思います。はい、よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ツイッターのリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。こちらです、オルゴデミーラ第3形態、4コスト63、召喚時このユニットを除く全てのユニットに2ダメージ、死亡時オルゴデミーラは第4形態に変身して自分の手札に加わるということで、ゾンビ系ですね。はい、第1形態がドラゴン系、第2形態が、無属性、第3形態がゾンビ系と。はい、まあこれもねコメント欄とかで結構予想が立っとったんですけど、まあゾンビ系でしょっていう感じですよね。はい、でまあスタッツなんですけど、アタックすごい高いですよね。でまあヘルスがちょっとね、テンションスキルで取られちゃうヘルスをしてるんで、ちょっとどうなんかなと思うんですけど、まあこの召喚時全体に2ダメージっていうのはやっぱり優秀ですよね。非常に優秀、まあ火炎無火でみたいなもんですよ無条件の火炎無火でみたいなもん。でこれが発動できんのが最短で6ターン目ですよね。第1形態が4ターン目に出てきて、第2形態が5ターン目、第3形態が6ターン目、まあ最速でも最速でも6ターン目か。なのでまあ火炎無火でと比べるのは違うのかなっていう気がしますね。まあでも全体除去、全体 AOE っていうのかな、 AOE はまあドラゴンクエストライバルズでは非常に優秀なカードばっかりでいいじゃないですか。ジャガーメイジでも、第1弾からずっとあるカードなんですけど今も使われるし、火炎無火でもね最近なんか普通に2枚積まれているアリーナとか、テリーとかでも、積んでる人いますよね。だからやっぱり優秀なのかなと思います。はい、でまあこの4463がね、この2点ダメージ飛ばして盤面に残ったら6点パンチいけるわけですよね。そう考えると強いですよね。でまあヘルス6のユニットも、こいつで叩けるって考えると、まあ悪くないのかなと思うんですよね。ただまあヘルス3っていうのがちょっとね、って感じですよねまあさすがに65とかやったらチートやからね。まあでもせめて64とかでも良かったんちゃうかなっていう。てか54とかでも良かったんじゃない。そんなにアタックに特化してんのかな原作は。まあ普通ですよね。すごいぶっ壊れってほどでもないのかな。てかその今段の魔王枠っていないのか。じゃあもうオルゴデミーラか。オルゴデミーラがもう魔王枠として、ドラゴンにもなるしゾンビにもなるしっていう感じなのかな。ゾンビになるんで、普通にゾンビピサロとか次の環境のゾンビピサロとか、テリーとかにも採用されてきてもおかしくないのかなっていう気がしますよね。で第1形態はドラゴンなんで、ミネアとかククールとかにも採用されてくる可能性があるという感じでしょうかね。まあ強いかななんか普通に強いかなっていう、なんかじわじわ来る強さっていう感じでしょうね。ただまあ封印には弱いですよね。その第1形態に封印サイレスとかトルネコだと封印の杖とか、そういったことを使われちゃうと、最終形態まで見れることはないのかなっていう気がするんですけど、ただ4コスト44でしょ第一形態って。それに封印を打ったとしても別に44が残るんで、それだけそれほど
まあ、痛くはないのかなっていう、うん、オルゴデミーラを軸としたデッキっていうのは多分組まれないと思うんですよね、うん、まあとりあえず手札が減らないしこいつがいれば、うん、入れとくなのかなっていう感じがするので、まあ、とりあえず採用してみるっていうデッキが増えそうなんで、まあ、これを軸としたデッキは多分出てこないので、まあこいつに封印打たれてもまあ別にいいかっていう感じかな。なんかそんな気がしますよね。うん、まあサンディみたいな使われ方がするんじゃない。うん、まあ、サンディは手札が減らないし盤面にとりあえず1点置けるっていうことから、まあ、採用されてくることが非常に多いんですけど、まあ、そういう使われ方をしてくるのかもしれないですね。うん、でまあ第3形態までいけば全体2点ダメージ飛ばせるので、まあだからベリアルの1コスト軽い版として出せる可能性がある。うん、ベリアルより1コスト早く出せる可能性のある、まあ、2点 AOE ということで、うん、ただククールに入れちゃうとね 6-3 でちょっと弱いよね。トレードしても回復間に合わないって感じですぐやられちゃいそうなんで、まあ強いっちゃ強い。まあスタッツはおまけなのかな、やっぱり全体2点ダメージが強いっていうことで、まあ、採用されてくる可能性があるのかなと思います。はい、お次が最終形態ですね。こちらです、オルゴデミーラ第4形態4コスト3球仁王立ち、攻撃対象の上下にいるユニットにもダメージを与えるということで、これが最終形態になるんですけど、まずイラストですよね。うん、美化されすぎてるというまあオルゴデミーラで Google とかで調べてもらうと、まあ、多分出てくると思うんですよ、姿とかね。もっとグロい、うん、スノーで加工されてんちゃうかっていうぐらいデフォルメされてるんですけど、まあ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 かっこいいですよね。うん、その 3D モデルがどういう形で出てくるのがすごい楽しみなんですけど、まあ、まず効果仁王立ちと、はい、で攻撃対象の上下にいるユニットにもダメージを与えると、だからまあどうなんでしょうかね。どうなんやろな。まあこの子がおまけかな。スタッツが強いですよね。3球9、仁王立ちの9、これなかなか強いんじゃん。結構硬そう。うん、でさっきの第3形態見て、まあ、ククールとの相性がちょっと悪いよねみたいな、ヘルスが少ない分ちょっとククールとの相性は悪いよねって言ったんですけど、まあ、第4形態見せられちゃうとめっちゃククールで入れたくなんねんけど、4コスト9球の仁王立ちみたいなね、床を使えば可能なんで、そう考えると結構面白そうですよね。うん、ただだからさっきも言った通り、これが 出てくるタイミングっていうのが最速でも7ターン目。うん、だからまあ7ターン目で、4コスト3球の仁王立ちプラスアルファ3コスの動きっていう動きが強いのかな。うん、まあ、7ターン目以降になってくるんでね、7ターン目以降になってくると出てくるユニットとかも結構でかいので、まあまあまあ強いっちゃ強いですよね。うん、手札が減らずにね、絶対に4コスの動きができるっていう点ではククールとの相性がいいかもしれない。うん、ククール結構あーコスト余ってすることねえなとか、うん、テンション貯めるしかやることねえわっていうことが結構あるので、そういった点だとオルゴデミーラとか採用して、まあ、4コストは絶対に動けるようにするっていう動きも悪くないのかもしれないですね。うん、ただまあゾンビ系と次のククールはドラゴンなんで、その辺の相性はちょっとよろしくはないのかな。うん、ただヘルスが9の仁王立ちって初めてですよね。なかなかうざいんじゃないですかこれ。なかなか鬱陶しいと思いますよ、ヘルス9。うん、でもこれあれですよね、自分が攻撃しないと上下にいるユニットにダメージを与えるっていう効果は多分発動しないよね。攻撃対象ですもんね。うん、ダメージを与えたユニットの上下にいるユニットとかじゃないもんね。うん、だから自分から攻撃しないといけないので、まあ一旦は、自分の盤面に残しておきたいですよね。まあでも9なんで結構残るでしょこれ。うん、次の環境がどうなるか分かんないですよね。だから9点ぐらい簡単に出るような環境なら、まあ、ちょっと微妙なのかなっていう気がするんですけど、まあまあまあこれは、まあ、すごいいい
バランス すごいいいバランス感覚、別に壊れてもないし、別に弱くもないっていうの、すごいちょうどいいレジェンドカードみたいな感覚かな。純粋にね、4コスト3級の2王立ちでこの能力って考えるとぶっ壊れやと思うんやけど、これが実際に出るのって7ターン目以降なんで、まあそう考えるとちょうどいいのかなっていう気がしましたね。はい、これが目玉か今回の。そう考えるとちょっとね、前回ダークドレアムがすごい目玉だったんで、結構まあ迫力負けはしてるのかなと思うんですけど、実際に使われてくると結構鬱陶しいのかな。絶対に4コスの動きをしてくるんでね、相手は使われるとって考えると、まあ採用してみたいカードになってくるのかなと思います。はい、それでは以上でオルゴデミーラ最終形態まで紹介したんですけども、いかがだったでしょうか。まあこのカード強いか弱いかっていうのを、まあぜひともコメント欄で教えていただけたらなと思います。はい、よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。新カード情報を出るためにどんどん動画更新していこうかなと思ってるんで、よろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを、バイバイ。